13日午前、愛知県稲沢市にある農協のスーパーに車が突っ込み、店にいた人と車を運転していた人の合わせて5人が怪我をして病院に搬送されました。このうち店にいた女性1人が骨を折る重傷だということです。13日午前9時半過ぎ、愛知県稲沢市河野宮にある農協が運営するスーパー、山直広場河野宮店に車1台が突っ込みました。 警察と消防によりますと、この事故で店にいた人と突っ込んだ車を運転していた人の合わせて5人が怪我をして病院に搬送され、このうち店にいた女性1人が骨を折る重傷だということです。現場は地元で取れた農産物などを販売するスーパーで、事故があった当時は営業中だったということです。警察は事故の詳しい状況を調べています。 NHK のヘリコプターから撮影した映像では、建物の入り口付近で物が壊れて散乱している様子が確認できます。また、建物の前の駐車場には白い車が停車していて、その周辺を警察官が調べている様子も確認できます。<music>